おー皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。れくせんに講師宮口です。お元気ですかはい。じゃあ今日はねあ、2022年向けのゴールドウェブ講座、担当レボリューションですね。えー、担当レボリューションです。TM レボリューションでもなければ。 えー、三菱ランサーエボリューションでもありませんからねええ担当レボリューションですから間違いないようにねええー、略して単レボですよああねーはいじゃあドゲんな講座かちょっと紹介してみますかねええー、まずなんで体型別もなければ年度あちょっとマスク外すね俺一人でやっちょるけ大丈夫やからな 一人相撲的な感じでやっとるから。ああ。えー、っと、そうね、宮口講師のお人気、新規っていうの。うん。えー、スプレッドシートか。うん。これね、結構すごいですよ。スプレッドシート見せましょうか。こんな感じですね。 ほらいいでしょう。こんな感じですよ。ほらあのー、なんていうかほらすげえ頻度が高いところと全然出てないところはもう一目瞭然ですよ。ほらね、これあれですよ。年過去問18年分ですよ。すごくないですかこれ、あのー、体系別問題集は10年ですけどね。18年ですよ。ここまでねたくさんやってねやらんかあ受からんかったらねもうアホですわ。 <あ> <laughs> いや先生落ちたから俺アホですかねって言われそうですねうんまあそりゃんかやり方がねまずかったんでしょうけど、えー、まあとりあえずよ過去問18年中のすごいですよねまずこれだけでも圧倒しますわねうんでえー、っとあのさ、ー、らに えーあのー、ステップ3ス,ス,ステップの難易度順に分類中のはねあこれ見てお分かりの通おり、まあ、簡単中ぐらい難しいって感じなんですよ。ああ簡単、まあ、中ぐらいというか標準的というかね、えー、ステップ3はもうディフィカルトやねディフィカルト、ま、もしくはイプシロンって感じ。うん そうやね、俺ねちょっと待ってなんかね板書の第1回で役に立つあのー、あれをやったんですよちょっと待ってねうん今板書を探すからえどこ行ったらな <laughs> ちょっと待っといてね「六。板書の紙はどこ行った?」 あ、これだこれ米田コーヒーじゃなくこれだこれだコーヒーはいえー、うわありましたよよーしって感じうん皆さんこれ見せるからあ,あとねまああの俺のほらえー、授業で言ってる人よねお安い御用って感じだけどちょっと邪魔やね俺はいこれで分かった ね、ピンクピンキーねほら重要事項ね重要キーワード直接事項主人公、まあ、出願人公ード特許援助か、はい、赤赤で牛乳ピンクの補助的な役割補助的役割色いろいろと使いたい時の助っ人外人的な役割オレンジねなおがきとか 定定系とか限定事項とと限論点とか問題提起黄色は具体例そんなもう説明変えのもええやんな特許査定などのめでたい時最新の改正ねまあだから R3 改正黄色に塗りますよはい緑はおなじみあリューズケですね趣旨とかねはいで青は青レンジャーはですね、えー、正し書きとかのぞき書きとかまあ否認できないとかね 否定的な内容まあ侵害者などの悪いやつとかね、えー、あと間違ってる場合とかねはい「むらむら紫これはねあの青の補助的わかるね、うん、色いろいろ使いたい時の、うん、まあそんな感じですわええ土源ですかはいでまあそれのどうでもいいんだけどこ,これが結構重要でさ これ,これ,、ね、これあの俺にとってどうのこうのじゃないですか皆さんにとってあのどうかとねだからあのこれねえー、っとまずあの問題冊子っていうのがあるんですわ問題冊子はどこに行ったかなこれかな問題冊子そうですね やっぱ第1回から第3回までが欲しいよね。これかなはい。ちょっといいですかこれ第1回から第3回までなんですけどあの私ね基本的にあのこの解説冊子とそれからこのスプレッドシートとねそれからミヤレジ。 ミアレジど,どこ行った <laughs> あこれかミアレジほらあ <laughs> 慌てるとろくな音ねえなはいミアレジとスプレッドシートと改札さしあこの3種の人気でやりますからええでねあのー その皆さんねこれ順番に自主的に解いていってほしいんですよこれ、うん、ほらあのあれステップ12乗からスタートします1乗の過去もないからね、うんまあ、まあ見てもいいわこんぐらいプログラムの発明について、えー、当該プログラムを記録した CD ロムを輸出したとしてもその行為はあ当該発明の実施に当たらない当たるよ物のの発明だから CD ロムものやから物やから。物やから ブツやからね。でこれはあの実施に当たりますんで間違いでしょ超簡単や。だから青で塗ってよ間違いやね。ただあの最新の問題だから番号は黄色で塗っとるわ。ね。でこれどうよ皆さんにとって。超簡単条文,条文も言える、うん、要するに丸罰と根拠条文丸罰根拠条文 まあ条文じゃない場合には判例とかですけど両方答えられたら A ランクにしてくださいこうやってね超簡単80%からい100%自信あり丸×だけはなしに根拠もわかるねこれ A ランクつけるはい B あの6 70自信ありこれはまあ「○×」なら分かる程度あの根拠はちょっと忘れたみたいな根拠条文とかね何が出典か忘れたけどもう「○×」はもう明らかやみたいなちょっと自信がないもう迷ったらこれねうんもう川崎、ま、迷ったらもうえー、もうね C ランクみたいなねえー、という感じですかねうんで、えー、D はもうディファレントですねあ違う D ディフィカルトあディフィフカルトですよ。ディフィカルティですかね。ディフィカルトでいいんですよね。英語、難しい場合は。うん、ややな。で、イプシロンね。うん、別にあのいいでいいんだけど、まあ俺は面白がってイプシロンって言ってますけど。これはもう超超難関って感じですかね。 あるいは BP ね BP ってどういう意味か分かる ?Bad Problem! ね ?Bad Question の,方がいいの,あの俺が Bad Problem ってよく言うけど英語のできる人から先生それは Bad Question と言うべきですよというあのご指摘を受けたんですがあの俺流でいきます言うこと聞きません。はい、bad Problem! ね ?BP です。いいですかプレイボーじゃありませんから。 そはい粗言骨ですわそれでねあのもうなんていうの、えー、まあ,あのほとんど全部 B ランク以上になることを目標にしてください何回も繰り返してねそしたら受かりますから、えーえー、別にあの A, A ランクまで持っていってほしいんだけどまあ B でもいいですわ最悪ねまあ丸×があればはい。 はい、そんな感じでやっていってください。であの問題冊子っていうのがあるんですけどちょっと私今手元にないんだけど問題冊子はね、あのー、私は使いません。これ真っささらにしておいてください、ええ、で皆さんが、えー、例えば担当試験がねあの来年来年は5月になると思うんですけど例えば3月ぐらいになった時にさあちょっとまあのー、っさらな気分で。 あ取り組んでみたいなっていう時に問題冊子ねまっさらの取り組んでくださいねそしたらほらすい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 実力がついてるるかかかどうか分かるでしょねそのまではもう問題冊子でいいからねあごめんあのこの解説冊子でどんどん汚していってうん、うん、ねであの正しいマークをつけていきましょうこうやって何回やったと1234とかねうんうん。 A ランクはもう一回でもいいよ、うん、できるやつを何回やってもしょうがねえんだから時間の無駄じゃけのはいであ追試ねそうそうこれはあの体型別に載ってないから平成29年追試っちゅうのはねあのー、載ってないよ追試って知ってるあのなんか幻の うん、なんかね特許庁のなんか試験監督の人が普通の受験の人とあの特許庁の,の審査官はあちょっと風だけ受ければいいんだけどね担当試験その教室をなんか間違えたらしいんですよ。それで、あのー、それが原因で追試をやらざるを得なくなったっていうね、まあ、前代未聞の出来事が起きましてそ,それも載ってますからええー、例えばね あのどっかねえかな追試が出てくる追試どうなの追試あスプレッドシートで探した方が早いなスプレッドシートで探しましょうかねちょっと待ってねあのこれ見せあんまり見せると付加価値がほら高いもんだから ああありましたね例えば36条の4項2項の問題でほら平成肉津井17路とかでしょほら追試の問題ねえー、R3 黄色で塗ってますほら R3 ね私がねあのこの授業であ解説するのは基本的にね R3 プラス R3 ププラスステップ3だと思ってくだださいほらだから R3 は解説していきますこうやってねあのほら過去にこの講座取った人も R3 はやってないからねでステップ3は16.7%ってありますけどこれ36条の2の過去問ね16.7%ってもうだからそういうのはちょっと皆さんが独自独力でできないかもしれんか俺がアシストするっていうニュアンスですわ。 えー、どうねーはいそして知識の穴となる出題頻度の低い条文は見荒れ字とオリジナル問題集で保管というのはどういうことかというとね例えばよ一度も出た音ねえんだわこれほらあの21をね意外なことに。うんだからよそこはね過去問がねえわけでしょ。だから俺が見荒れ字を通じて教えると。 例えば21条ほらね21条あの囲、ー、問に出てないからスペシャルにじゃあやろうかみたいな感じでねほらああこれねうね、ん、赤で囲っとるやろそう24条もねまあ24条はねこれ民ソロ従業なんでまあまあやんなくてもいいけどね、うん、一応ほら宮根人も軽くコメントしてるからああ それで、えーの、オリジナル問題集っていうのもあるんですよ。これはね、えー、ちょっと今、俺、手元にないから、このチラシで、あ,のあれしますけど、こんな感じかな、ほら。えー、これねあの、解説から見ると、あ、21をちょうどいいよ、ほら。21をね。だから、過去問題のやつは、こうやってオリジナル問題集の方で扱っていくから、21号の問題ね。こういう感じで、ほら。うん、わかったえー、で、あと、これは、 22畳はねあの出たけどね今年ほら、うん、今まではね22畳もなかったんだけどただ扱ってますなぜかというとあの1問しか出たことないからね、まあ、ちょっと出たから赤の四角は囲ってませんがほら今年 R3 に出たんですよ R335 ね BMW335i じゃありませんけどはい。 えーっとえー、っとですね待ってくれこれに関してはあそうこれ去年のタンレボにも載ってたんでだか的中してるんですよねある意味ほら見てくださいえー、っとだからやっぱりねこの私が作る問題集バカにできないぞということやね。 ちょっとこれはアピールしたいですねアピールポイントですね。R335 にて、的中ですね。うん、はい。よし。で、あとはね、えー、っと、あと何が言いたいのかなあ。ということで、ミアレジとオリジナル問題者はそういう感じで活用させていただきます。 ただあ,あ改正ね改正対応会とか言ってますけどあのそうですね改正対応会が一応ついてるんですよ。ね、であのあごめん全然見えてない、はい、改正対応会っていうのがあ,のあります。でこれはスケジュール冊子で言うとあ,あのほら一番最後につけてますから。 ね、下三歩もね下三歩はねまあ主に著作権法でしょうかねえー、ここにあの書いてますけどね改正どんな改正が待ってるんですかとほら上四歩下三歩ご覧の通りですああ はい、それでね一応ね現段階でも、あのー、改正は意識してるんですよええー、ちょっとまあど,どれかサンプル的に見てみましょうかああ例えばねあのー、あ俺アホやなこれこれ超アホやわ今気づいたけど <laughs> 今気づいたけど超アホなことやっとるわ うん、<laughs> ち,ょっとちょっとこの場を借りて <laughs> あのねちょっとこの場を借りてあのお詫び申し上げますちょっと間抜けなことやっとった俺百149勝の <laughs> いやこれですよこれあの新しいアホですねこれうんこれはちょっと間抜けなことやってました えー、これはね145畳の6項7項ですわすいませんねえー、149のところに追加してたわあほやわすいませんねううん、うん、だからこれはねちょうどよかったの皆さんねえー、っと ここに、えー、持ってきてくださいとねえー、ちょうどいいわじゃああのー、あれ皆さん法改正の説明もおっしゃるわねオンライン、えー、オンラインで、えー、口頭審理ができるとねまあほらあのー、今コロナでね大変だから、うん、審判長は当社参加に、えー、倒産猛食く倒産猛食ちょっとオレンジで塗るわ。 総産猛食により経済産業省令で定めるところにより審判官書記官当社参加人が映像と音声映像音声の送受信により送受信ね相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によってえ第三項の期日 第3項の記述、えー、第3項の記述、はいえっと、ここですね第3項の記述、はい、第3項の記述における手続きを行うことができると、ね、で第3項の記述あこれも 第3項の記記述、そうだから口頭診療ほら現場に行きますからね、まあ、特許庁に出向いて、えー、審判官合議体と請求人非請求人がね、あのー、同じ部屋で顔面と面を向き合わせてやるんですよでオンラインだから出頭しないですわねほらオンラインだから出頭しない でやりますわねで全校の手続きにつまりオンラインで関与したあ当事者参加人ははい最後黄色でいきましょうかいい効果が待ってますその期日に出頭したものとみなすうオンラインだけど出頭したものとみなすとねでほら R3 改正6ヶ月バージョンにてウェブ会議システムを導入した理由ね ええー、した理由えあ、はい、ええええはい理由だからミドレンジャーで塗っていきましょうかね。口、は、頭、い、心理の呼び出しを受けた当事者参加人が新型コロナウイルス感染症に対する不安を持つことなく口頭心理に参加できるようにするためというのと。 デジまあコロ,コロナはほらいずれ収束するでしょうからねまあそれが終わったらじゃあ,あのやらなくなるのかっていうのも変な話でしょだからもうあれこれも理由デジタル化社会デジタル化等の社会構造の変化に対応しユーザーの利便性向上利便性を向上させるためっていう理,理由もあるんだよだからもうねコロ,コロナに関係なくもうそういうことやっていかないと今後はねはい。 すいませんねここに持ってくるべきでしたねここに持ってくるべきとすいませんでしたこれちょうどよかった、まあ、この,あのプロモビデオを <laughs> 修正の場に変えたいと思います <laughs> すいませんでしたね、えー、よかったよかったあの時間がないからもうこのぐらいにしとくけどよあのあれなんだっけあの放球とか訂正する際に通,通常自試権者の承諾はいらなくなるんだよ それもね、あのー、まあ、ちゃんとあれしてるからあちょ、ちょっとだけ見せるわ。ね、ほら、ちゃんとね、手書きで、これ、あの、実際の授業でね、やったんだけど、97条ね、ほら、カラフルになってるやろ、カラフルになってるってことは、ちゃんと説明しとるっちゅうことやけ。なあはい。まあ、そんな感じ。あとは、何を言えばいいえー、っと、ここもおすすめ。 従来の過去問対策の非合理から解放というのはどういう意味かというと従来の、えー、体型別や年度別の並びでは非合理な部分が発生してしまいまし,していましたが単レボではそのそんな非合理から受験生を解放します。要はだからねあの過去10年分ぐらいじゃダメってことよ,だよなまああの18年ぐらいやっとくといいとねさすがにね試験員もここまではカバーしませんからあの うん、普通の市販の問題集はね試験員も持ってますからねそこから外して出してやろうという気持ちになりますわねはい2番目オリジナル問題集ああさっきやりましたからねいいでしょうで最終回は法改正まとめた大事なェスねちょっと分かりやすく三色丼で塗り分けときますかねほら蛍光ペン学習法のね メリットが出ますわね、ね。こうやって、ね、メリハリが出ますから。あええ、であと「あーこれいいね」あの「俺が使う3点セットをちゃんと書いてるわ」そう俺が授業で使うのはスプレッドシートに基づいてその番号に基づいて解説冊子をあの扱っていきますであの「ミアレジ」を補助的に使うよという感じねいいですねメインは解説冊子ですよ。ねはい スプレッドシートがその道案内ナビゲーションみたいなもんですね。えー、そしてアシスト手段がミヤレジというコツになっておるわけですね。ええええはい。えー、っとし何これ視聴前に問題を解く必要はありませんけどあのー、そうですねあのなんていうのもう2年目3年目の人はあの解いていいよどんどんね、うん、初学者の人はね。 まああのー、俺の解説聞いてからその範囲内で、えー、聞けばいいけどね俺がほらあのー、ほら例えば第一回名だとね、えー、解説差し入れってよ58ページまで進んでるから、ねまあ、その範囲で復習すると番書もねほら上がってますよ14ページねうーんほらこ,うこういう感じで来き上がってるやろ平成20年の60の4はイプシロンだからねちょっと番書も。 あのこれこれなんだよこれこれなんかあれな何ですかここ,ここになんか緑っぽいのがありますけどあこれですかねこれよくわからんねこ,ここの緑のねまああまり気にしないでおきますか <laughs> こうしたら治るかな治らないこれなんだろうこれ <laughs> まあいいですよねここにびょーンって伸びてるのはなあこれか あーこれねこれかすいませんねはいはいそうそう「晩書はとにかく充実しとるよと」とえー、どうですかこのねアナログ感もきちっと含んでおるとで上4ーとね下3歩の割合はえー、まあ16回と10回だからまあ上4法の方がそれは多いわねうん。 でこれね、あのー、えー、っとはいそれぞれえー、分けて申し込むこともできるよそれぞれに対してほらね上4方だけとかね、うん、下3方だけとかね下3方オレンジ塗る下3方だけの申し込みもあるよえー、上,上2つはあちょっと1万円ぐらい安いねうん書いてるわ。 緑の色か二2つ一緒に申し込むとあ1枚を取っねうんであと市長期限22年の7月31日までいけるよはい、えー、割引できません、えー、もう公平の見地からねはい そしてあとコ,コード版コード版ごと教えてもしょうがないね、えー、えっとあのそうですねあと何がいいかなあと何を教えとくあここまで気合いの入った過去問対策ないと思うよ18年ですから何たって過去ねオリジナル問題集ね200え200っていうのはあのどういう意味だろう 100枝あー分かったあのこれね200っていうのはあの100100、ー、100っていう意味だな、うん、分かるこれ、あのー、全200枝っていうのは全,全だからね全だからあのー、えー、っとね、えー、あーそうそうそう 100+100 100で200ってことねそうそう、えー、ほら100枝100枝上と下合わせて200だからうん。 新作問題ね、用意します。意外と当たるんですよねそれはねうんええー、あ視聴期限は来年の7月31日だけど申し込み期限はちょっと早めのあ5月31日だからまあ気をつけてくれよっていうところかなええー、まあそれでいいうんそんなもんだなええー あとはとりあえず受けてくれって感じあの慣れてくるから、ペースに。ペース掴んでくるから。ね。よし、じゃあ皆さん、えー、あの、一緒にいよう、楽しく厳しく、担当の勉強やっていこうぜ。ね。で、単レボを通声て、私は皆さんに何を身につけてほしいかというとねあの、知識はもちろんなんですよ。でも、知識ってね、そんなに重要じゃないんですわ。ああの。のななぜかというと、 あのこれはね特にこれからその IT とか AI の時代になってくるともう知識はその AI が担うんでねだからその現場思考力とやっぱり AI にかなわないところがその人間の,そのなせる技だと思うんでねやっぱり現場思考力あの研ぎ澄まされた感覚っていったところがやっぱり持ち味になってくると思うんであの感覚を研ぎ澄ましてください。えー、感覚は研ぎ澄まされているとどうなってくるかというと。 わあの知らない問題も解けるようになりますよ不思議なぐらいそれって本当にねめちゃくちゃこう何も何もやらないところでその研ぎ澄まされた感覚というのは身につかないよ、ね、まあ,あの一生懸命やってください「丹あのー、18年もやっとるわけですからね、あのー、これをね集中してやれば本当に感覚研ぎ澄まされていきますよ超伝導状態みたいになりますから。 ねはいじゃあそんなところで、えー、私のこのプロモーションビデオそろそろ終わりたいなと思いますねじゃあこどんな感じこんな感じか <laughs> 難しいねあこうかこうやって <laughs> いいわもう <laughs> じゃあ終わりましょうはい、えー、2022年向け担当レボリューションのね プロモーションビデオ終わります。じゃあ実際の授業でお会いしましょう。それでは皆さん、あお会いできる時までご敬意を